戦うがいい。お前たちの戦いが私の計画の力となる。実に醜い、そして素晴らしい。もっと戦うがいい。招かれざる客が紛れ込んだに過ぎん。足りた。この時空は争いに飢えている。お前たちはこれからも戦ってどうかな。さあ醜く争い合え人間。おめは、余計なことをするな。お前の相手はこの俺だ。おめブラック、孫悟空、お前を倒して俺はこの体を完成させる。俺の未来は冬から聞いた。この体には限界が来ると。故に時を超え歴史を渡り、俺はそれぞれの孫悟空と戦うことでこの体を馴染ませていったんだ。この戦いで100人目、今や完全にこの体は我がものとなった。その力まだ使いこなせてはいないようだ。故郷と共に滅びるがいい。サイヤ人何？あ、この熱気は！お前がまだ強くなるというのなら、俺もまだ進化できる。なぜなら、この俺も孫悟空だからな。生き延びてみろ、孫悟空。さあ終わりだ。星の終わりはいつの世も美しい。またか、
され死者め。サイヤ人を舐めるな。離れ。またも死者が紛れ込むと魔人どもめ余計なこと。もうすぐだ。もうすぐこのコピーした宇宙に人間、いや人間もどきが生まれる。ここで消えた命は元の宇宙からも消えていくのだ。全王の介入できぬこの場所にいながら、私は全ての人間を殺し尽くせる。なるほどな。人間もどきとやらを生み出すためにあいつらを戦わせてエネルギーを集めていたか。その通りさ。無駄なことを。見ろ、この夜空に広がる輝き、すべてが下賤な命のエネルギーだ。すべてが俺の手によって消え去る。そして全人間ゼロ計画がついに達成されるのだ。それはどうかな。はあ、そうか。貴様何者だ。これで終わりだ。化け物め。連中だ。だが無駄なあがきだ。仮面の力が。この宇宙でも貴様は俺に決して勝てない。前天に集めた愚かな戦いのエネルギー、この光、すべてが俺の力だ。これがフルパワーだ。貴様。俺の体はオリジナルを超える。見つけましたよ、貴様から受けた屈辱晴らさせてもらう。邪魔をするな。入れよ、邪悪竜。無駄なことを。
だが所詮その程度、神の力には及ばない。どうかな。はない。この俺が人間になるのに。